あーすげーいっぱいおる。多分1000以上いると思います。1000以上いるんですか今。これが琉球アサギマダラ。へえ。綺麗、このブルーが綺麗ですね。そうなんです。で今オオゴマダラの、まあ、はいはいはい、これが食べる蓬莱鏡って言って、ここに卵を産みに来るんです。あ、そうなんや。まあ、これを食べる、幼虫が食べるんで、はい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 、まあ、卵を見つけといたら、まあ、幼虫は食べるっていう。温室の中にはこの一鉢しか置いてなくて、はい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 、で、また毎日卵を採卵するんですよ。バックヤードで育てて、はい、で、また蝶々になってから温室に出すっていうのを繰り返してます。なるほどな。あ、これがツマムラサキマダラ。はいはいはい、綺麗なんですけど、内側が綺麗だった。そうです。なるほどな、見えへんもんな。これが旅をする京都で浅木マダラ。へえ。本物のサナギ。あ、うわ、マジか。これオオゴマダラのサナギですよね、金色のやつ。これがオオゴマダラ。はい。あと緑のが浅木マダラとリーキアサギマダラ。あ、中が透けて見えてるんですよ、これ。出てきたら、カラーはもう金色じゃなくなるんですけど。はい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 、はい、もう飛んでいってしまったんですけど、朝は羽を乾かしてます。なるほど、面白い展示考えますね、ほんまに。結構ね、あの昆虫館でやってらっしゃるファンはたくさん。まさかの昆虫館あるわけなんですね、これ。裏側、今コムハがね、飛んでるのですね。葉っぱそっくり。あ、これですか。あ、それそれ、あった。それはオス。羽を開くと全然違うんですけど、開くとほら、うわ、だからこう敵に襲われるときに近寄られると、こうやってパッて見せてこうびっくりさせるっていう、中はこう綺麗なオレンジから警戒させる。ちなみにこれオスメス何が違うんですか。お腹を見ないとわからない部分もあるんですけど、はい、若干オスの方が黒っぽい、メスの方が明るい茶色というか、大体色でわかるんですけど。はい、いいですか。ちゃんと飲んでるよ。まあ、また3つも踏まえてそうです。3つも出てください。3つ背中にする。背中にする。わー、すげえ。はい、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 飛ばへんな。飛んでくれていいのよ。飛んで飛んで。うわ、感動。はい、いってらっしゃい。おー、行った。いやー、楽しい。あー、サナギや、サナギ。こっから出てきたんやな。これですよ。あ、ここに頭あるわ。頭ある、頭ある。Yeah.